この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、5日間開催で行われておりますボートレースチケットショップオラレ島原開設12周年記念、本日はシリーズ5日目最終日を迎えました。第12レースでは優勝戦が行われます。さあ、瀬さん、いよいよ最終日でございますが、今節本当にずっと蒸し暑い日が続いてましたね。暑いっす ね。なんかもう選手はもちろんピッね、レース行くと大変だけど、はい、我々は取材する方も、ピットの蒸し暑さに参りそうです。でもやはり、今節は選手でやっぱりこの湿気が勝ってるんでね、昼と夜とは全然モーターの雰囲気が違うらしいですね。やっぱり、ね、あの回転の流れとかでね、やっぱその辺の調整難しいってみんな言ってましたね。だから、ね、みんな言ってましたよ、気温が下がってくれたらいいのに無理だよって、下がんないよ気温はって ね。これだけ暑ければ選手も大変なのかなと思いますよ。瀬さんもね、最終日までちょっと元気に、はい、僕の売りは元気ですからねもう、まあ、自分で言うのはもう元気と笑顔だけですから、ね、まあ、そういうわけじゃないとはね思うんですけども、まあ、長谷さん今日はさらに元気をつけようとちょっと放送前にうなぎ買ってきてましたね。あ、今日土曜の牛の日っていうから ね、もうちょっと、あんまりね、はい、いや、もうどこ行ってもうな土曜土曜ってなんか上りがあるでしょ、ついついもうなんかヒロヒロヒロって言ってね、やっぱりね、もうわずかながらでもちょっとパワーつけようかなと思ってね、もうさらに元気をつけてというところ、うなぎ上りって感じにしたいんですけどね、今日もね、展望番組もうなぎ上りで頑張っていただきたいと思うんですが、さあ、昨日はもちろん準優勝戦が行われまして、すべて因縁決着、はい、もうそんな波乱要素はなかったかな。まあ、G 争いで、ね、波乱が起こりそうな可能性があったのは、吉田翔吾がね、地元の子がね、はい、6コースから展開ついてね、はい、もう初優勝かと思ったけど、道中ずるずるとやっぱあの辺が、まあ、経験不足が出たっていうかね、はい、やっぱり強い選手は相手にしてはちょっと苦しかったですけどね、はい、でもまあ1号艇はしっかり勝ったので、まあ、今節の、ね、シリーズを、ね、はい、もう引っ張っていた選手が優勝戦に、ね、進みましたね、はい、さあどんな6選手になったんでしょうか。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、優勝戦ご覧の6選手によって優勝が争われます。長谷さんにはですね、いつもの通り記録評価いただいておりますので簡単にご説明いただけますか。一番出てるのは2号艇佐藤岡ですね。はい、もう12号機やっぱりこう前回中村桃香選手がレースしたモーター、はい、今節もね、初日からね、船足良かったんですよ、ただ初日は乗りづらかったと、はいはいはい、チルとレートだったんでね、2日目からチルとマイナスなぎてもう乗りやすくなりましたよって、で船足も落ちてないって、はい、今節はね、さっき言ったように蒸し暑くてね、はい、出足がピリッとしない選手が多いんですけど、佐藤岡選手はもう出足はもう文句なしですね、力強いっすね、はい、あ、もう出足に関してもトップだし、もう総合力でもね、優勝戦に入ればトップと思います。なるほど。ですんで、まあ10点満点はしなかったらちょっとね、はい、1号艇なら10点しようかなと思ったんですけどね、2号艇なんですけど9点としてますね、はい、あとね、外枠の選手の方が船足いいでしょうね。宮崎選手は出足一瞬の足がいいんでね、はい、回ってね、ぐいっとね、持ちこたえてますね、はい、原田選手はどっちかといえば伸び方と思います。ただお昼はその伸び方で回り足が良くないけど、はい、ナイターになると回り足がいいって、やっぱ気温下がった方がいいって、はいはいはい、だから昨日順位もね、回り足良かったと言ってましたね、はい、本人はやっぱ息足から伸びはいい部類、もう全然伸びられることないんでね、その辺がいい、はい、だからナイターなら回り足も大丈夫ですよって言ってましたね。松田選手予選トップですね。ですね。あとね、原田選手もね、予選3位ですけどね、なかなかいいこと言ってくれませんね。松田達磨やっぱり回る時のね、グリップ感、そこが合う合わないが出てくると、だからちょっとそこを求めると重さが出たり色々するんでね、調整は難しい。だからただ船足自体は悪くないんでね、しっかりとも安心して回れる、グイッと回れる足を求めて調整、原田選手はこれ高モーターと思ったんですけど、初日からね、前勤日からですかね、あんまりいいこと言ってくれませんでしたね、まあ、本人もまあユースインタビューでも成績ほどじゃないですね、もうずっとペダ調整してるんですよ、なかなかゾーンに入ってくれないとは言ってましたね、もう悪くはないんですけど、まあ、いいってことじゃないですね、だからまあ5点とします。赤坂俊介も、まあ、彼も言ってました、体感が違うと、この新エンジンのせいなのか、まあ、夏場だし気温が、ね、上がってるし蒸し暑いし、その辺で体感が良くないと、
足そのものは記念レースと思えば、はい、思っても悪くないレベルらしいんですよ、はいはい、だからその体感なんで、はい、自分がそれにね慣れるしかない、あただナイターになればまだいいですよって言うんですよね、はい、だからまあちょっとこの辺でまあ中の上と思ってるので、まあ、6点かなと思って、あ、まあ、ちょっとまあね、モーターいえば2番と、まあ、外枠の5と6がちょっといいのかなと思いますね、はい、なるほど。さあということで気力評価解説いただきましたのでぜひご参考にしていただければと思います。さあそれでは続いて長谷さん、展望番組最後の展開予想でございますけども、はい、最後バシッといきたいですね。いきたいですね。はい、さあそれでは早速続いてのフリップご覧いただきましょう。さあ優勝戦です。コース有利なら松田選手、パワーなら佐藤岡選手がダントツですよね、うん、やっぱり今節はやっぱり流れはやっぱり、まあ、圧倒的にインが強いというかね、はい、外からなかなか来ないんですよね。まあ、松田選手は、まあ、通算3回目の優勝を狙う戦い、はい、まあ、今節はね接戦の中で予選トップだったと、はい、そして準優もクリアできたと、はい、じゃあもう優勝チャンスですよね。ただもうパワーは佐藤岡ダントツなんでね、はい、まあ、新入はね枠になると思います、まあ、ピットバナレが同じならね、はい、原田敦史選手は前月行くタイプじゃないんで、はい、ピットバナレでねポンって出ればね行く可能性はありますけど、はい、そんなにピットバナレ悪い選手いないんでね、うん、はい、枠になると思いました、はい、まあ普通に考えればスタートさえ行ければ松田でしょう。あとは水面次第ですよね。そうですね、水面次第というか、か、うん、風次第ですね、はい、まあ、予報だとちょっと風は弱そうなんで、はい、ベタ水面の時の大村っていうのはやっぱインが圧倒的に、やっぱインがグイッと回りますからね、はい、そうなれば松田はまあパワーはまあまあね、うん、そうでもなくても押し切れるのかな、はいはい、佐藤岡選手ここね松田佐藤岡宮崎はこれ96期なんですよ ね、 そうですね、だからまあうちの96期の争いで、はい、佐藤岡選手は原田秀也選手がやっぱレースうまいんでね、うん、原田秀也選手をしっかり止めて差したいですねって言いましたね、はい、だから目指すは96キーワンツーと、うん、まあ差しが、ね、届くかどうか、はい、風が吹いてくれたら追い風がちょっと強くなってくれたら2コー差しも面白いんですけどね、はい、だからそこはまあ水面次第状況次第でしょうね。原田選手がなかなかいいコメントを言ってくれない、はい、まあ、赤坂選手はちょっとね僕は気配悪くなると思う、はいはい、これ実はね印は普通ならね、1、2、3、4って打つんでしょうね。ただ僕の中ではこの宮崎選手の出足がいいんで、はい、彼に回したかったんですよ、印を、はい、うん、あの展開つく足がしっかりあるんで、はい、まあだから原田選手が物足りないってことを考えて、まあ、4と5に ね、うん、ねちょっと行っちゃったってところなんですよね。赤坂はもうポイントはスタートでしょうね。展望番組で毎日言ってますけど、はい、彼の場合はもうダービーは勝率 OK だけど、はい、今月いっぱい場合はもうとにかくフライング切れないと、うん、はい、これが終わってねもう一つね汗入ってますけど、はい、まあ我慢しなきゃいけないと、でも聞いたらスタートはいけますよ、はい、やっぱりね走り慣れたところなんでね、うん、地元なんでね行けるのはいけますと言ってましたんで、はい、じゃあスタート行って頑張ってもらおうかなと、うん、と思ったんで4と5に回したんですよ。でも、はい、フォーカスとしてはやっぱ佐藤からもしかしたら逆転があるんで一度に折り返しての、うん、4と5をくっつけると、はい、で佐藤岡が3着にまで来るだろう、うん、で4と5、はい、そ3をね無視するのは勇気がいったんですけどね、はい、あとね原田敦史選手もこうで、ね、レース足ね成田なればいいんでね怖いんですけどね、うん、はい、でもちょっと本命の解明はもう印の選手でちょっとね行ってね、はい、1と2の争いと思ってこういったフォーカス出しました。同期に赤坂選手を加えてということですね。そうそう、ただ狙い目ではやはりね外枠勢のね先ほど言いますようになんか宮崎選手の出足がなんかよく見えてるんで、はい、なんか2着はちょっとね遠いから3着なら十分あるかな、うん、で原田敦史選手もね、はい、外からいいレースしたいと言ってるし、うん、泣いたあなたはいいんでね、うん、はい、彼の外枠勢の3着をちょっとね1の頭から抑えようかなと思ったので、うん、はい、あんまりねちょっと今日のなんか自分の中では4の頭とかね、うん、まあ、3の、まあ、頭とかよりも、はい、1の頭からちょっと薄めっていうかね、はい、うん、配当が良くなりそうなところが狙いなのかなと思ってね、はい、1からまあ5と6の3着っていうのをちょっと出してみました。まあね、まあ、1番頭ですので、まあ、大満州ということはないでしょうが、うん、外枠2艇が3着にでも来ればちょっと配当妙味もね、そうなんですよ ね、 そうですね、まあ、ここはねメンバー的には松田選手は A2 で、ですけどあと全部ね、はい、A1 でねいいメンバー揃ってますよね、はい、だからまあ
まあ、もちろん1、2、3、僕の中で1、2、3が多分一番人気なそうなんですけどね、はい、でもちょっと3はね、その気配を見て、うん、5に回したかったという理由で、たぶん、こうやってフォーカスを出してみましたね。なるほど、やはりね、船足重視でちょっと予想をね。やはりね、うん、うん、1、2、3、4って打つの簡単なんですよね。もうそれが、いや、特にね、優勝取りに、準優1号で取りとか順当に来てますからね、はい、1、2、3で打つのは多分普通と思うんですけどね、まあ、普通じゃない人がここにいますからね、やっぱりモーターを取材してたら、やっぱりこの5が気になったのね、5が気になったんですよ、僕の中では。なるほど、まあ、それがこの展開予想のミソというところでしょうかね。そうですね。さあ、ということで、第12レース優勝戦、本戦の開目は1番、もしくは2番。ただ狙い目では外枠2艇の絡みも十分ですよということでお話を伺っております。ぜひ皆様もご参考にお楽しみください。さあ、ということで長谷さんには最終日の男ということで、また今日もね、はい、第5レースから。そうですね、頑張りたいですね今日もね、はい、まあその前にね、うなぎを食べて。そうですね、もう充実してでしたね。もううなぎだけにね、はい、あ、しっかりニュルニュルとならないようにね、うん、捕まりたいと思います、穴もね。そうですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。さあ、ということで5日間展望番組お付き合いいただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。どうもありがとうございました。